マネータイムハックのりょうです。今回は投資信託のパフォーマンスを決めるたった一つの要素という内容をやっていきます。ちなみに私は元銀行員、元証券マンで途中まで半沢直樹みたいな経歴の人間なんですけれども、投資全般に言えることですが、投資のリターン、パフォーマンス、お金を増やそうと投資を始めているわけなので、誰もが気にしますよね。そんな投資の中でも、まず最初にやる人が多い投資信託、その投資信託のパフォーマンスを決めるたった一つの要素について解説していきます。それぐらい大事なものなので、投資信託で投資をしている人全員がしっかり理解しておいてほしい内容です。基本的な内容ではありますが、しっかり理解していない人もいるはずです。なのでこの動画で一番大事な要素をしっかり押さえて、投資信託のパフォーマンスをしっかり高めたいという人はぜひ最後まで見て持って帰っていってください。では早速いきましょう。投資信託のパフォーマンスを決めるたった一つの要素とはコストです。あなたが負担することになる手数料、これが投資信託のパフォーマンスを決めるたった一つの要素です。なんだ、コストが大事ってのは分かってるし、もちろん確認してるよとそう思った人も、もしかしたらその重要なコストをしっかり把握できていないかもしれません。そのコストの中身を解説する前に、一つ前提として認識しておいてほしいのですが、投資信託のパフォーマンスを決めるたった一つの要素はコストであるというこの言葉を聞くと、いや手数料が高くてもパフォーマンスの高い投資信託もあるし、コストだけじゃなくてどこに投資をするとか、どれぐらいの値上がりが見込めるのかどうかが大事でしょうと感じる人がいると思います。もちろんハイパフォーマンスな投資信託はあります。その考えを否定するつもりはないのですが、大前提として投資信託にアクティブファンドはいらない、インデックスファンドだけでいいという大前提の上で、コストが一番重要であると主張しています。そもそも投資信託は投資初心者向けの投資商品です。なので投資初心者であれば、最初は安牌の王道の投資だけでいいんです。安牌の王道の投資といえばインデックス投資、アクティブファンドの活用もあることはあるのですが、高いリターンに心奪われて王道のインデックス投資を続ける弊害になりがちです。そういう人が本当に多いんですね。なので投資信託はインデックス投資で市場平均のパフォーマンスを狙う、これ以外を投資信託には求めない、このスタンスが大事だと思っています。もちろん市場平均よりもパフォーマンスの高いアクティブファンドがあることも知っていますし、そういった素晴らしい運用をしてくれる商品もあることは分かってはいるのですが、それでもやっぱり投資初心者の人が投資信託で手を出すべきは王道のインデックス投資のみでいいんです。もし今アクティブファンドの投資信託に投資をしている人がいたら、聞き心地が悪かったかもしれませんが、誤解してほしくないのは、平均以上のパフォーマンスを狙うことを否定しているわけでは全くありません。ただ私個人的には、平均点以上の投資成果を上げたいという人は投資信託以外でやるべきだと思っています。今回の動画ではかなり長くなるので、その部分は解説しませんが、投資信託はインデックスファンド一択、この大前提で投資パフォーマンスを決める要素を考えていくと、インデックスファンドは市場平均を目指す無難な運用になるので、パフォーマンスを決めるたった一つの要素はやっぱりコストになるわけです。ではその投資信託のコストについて、ここから深掘りしていきます。では次、投資信託のトータルコストの確認方法ですが、投資信託のコストといえば信託報酬ですよね。投資信託に投資をしている人は分かっている人がほとんどだと思いますが、ここで投資信託の手数料についておさらいしていきます。投資信託の手数料はこの4つですね。購入時の手数料、信託報酬、信託財産留保額、解約手数料、この4つですね。1番が購入時のコスト、2番が保有時にかかるコスト、3番と4番が解約時にかかるコストになります。そしてインデックスファンドというのは、この2番の信託報酬以外はほぼ 0% で、この信託報酬をさらになるべく安くしていく、これが大事になるわけです。ただ投
信託にかかるコストはこれだけではありません。これらのコストは事前にわかるコストであり、その一方で投資の世界には実際に運用しないと確定しないコストがあります。これを信託報酬ではよく隠れコストというふうに言われるのですが、この事前に分かっている1番から4番までのコストと隠れコスト、これを足し合わせたものが投資信託のトータルコストになるわけです。そしてあなたが負担するのは信託報酬だけではなくて隠れコストを含むトータルコストになるので、もちろん信託報酬よりもトータルコストの方が重要になるわけです。ではそのトータルコストに含まれる隠れコストはどこで確認できるのかなんですが、それは運用報告書というものの中で確認することができます。これはネット証券の商品画面にリンクがないケースもあるので、投資信託の商品名と運用報告書で検索してみてください。ここで一つ例を見ていきたいのですが、 eMAX スリム全世界株式オールカントリーの運用報告書を見ていきたいのですが、ちょっと細かくて見えづらいとは思いますが、運用報告書の中に1万口あたりの費用明細という項目があります。で、今ここに赤く囲ってあるところに信託報酬というふうに事前に分かるコストの部分の記載があるのですが、そして信託報酬だけではなくてそれ以外の隠れコストを足し合わせたトータルコストの記載がこの一番下にあるのが分かります。 eMAX スリム全世界株式オールカントリーのトータルコストは 0.209% で、信託報酬は 0.119% なので、隠れコストは 0.09% になるということが足し算引き算で分かりますね。ではもう一つ eMAX スリム米国株式 S&P500 も見ていきたいのですが、同じく運用報告書の中の1万口あたりの費用明細という箇所のところに、まず一番上に信託報酬があります。そしてそれ以外のコストも足し合わせたトータルコストが一番下に記載があります。このトータルコスト 0.163% から信託報酬 0.119% を差し引くと、隠れコストは 0.044% になることが分かりますね。そしてなんでこんなことをわざわざ確認しなきゃいけないのかというと、信託報酬は安かったんだけど隠れコストが結構かかっちゃってるというケースもあるんですね。なので新たな大事な投資資金を無駄な手数料で取られないように、運用報告書まで見てトータルコストを確認する、これがとても重要なんです。投資信託を購入するときは必ずチェックしてください。そしてこの隠れコストについても簡単に解説しておくと、主にこの3つがあって、売買委託手数料というのは運用元のファンドに払う手数料ですね。2つ目の有価証券取引税というのは売買時にかかる税金のコストです。その他費用というのは有価証券の保管であったり監査費用であったり決算の費用なんかですね。まあこういったものが発生しているんだなという認識を持ってもらうだけで OK です。一点注意としては、運用報告書は言葉の通り運用をした結果の報告書なので、販売されたばかりのファンドには運用報告書はありません。決算を迎えたタイミングで初めて運用報告書は作成されます。基本的に決算を迎える1年ごとに作成されますので、販売されて1年ちょっと経たないと見ることはできませんので、そこは注意してくださいね。では最後に、コストが一番大事ではあるんだけどコストを気にしすぎるのも良くないんだよという点について解説していきます。その解説の前に2つお知らせです。 YouTube の短い動画では話しきれないお金についての限定動画を LINE の登録で無料プレゼント中ですので、もっとマネーリテラシーを高くしたい、もうお金で損したくないという気持ちがある人は概要欄から覗いてみてください。もう一つはお金に強くなれる情報を定期的に発信していますので、チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。では最後、コストを気にしすぎてはいけない理由ですが、ここまで投資信託はインデックス一択、無難なリターンを目指すインデックスファンドならコストが一番大事と言ってきましたが、コストを気にしすぎてもいけないわけを解説していきます。理由は3つあって、1つは良質なインデックスファンドが多いということ、2つ目はトータルコストは安定しないということ、3つ目は乗り換えるデメリットがあるということです。まず1つ目の良質なインデックスファンドが多いというのは、これはどういうことかというと、インデックスファンドであればここ数年で本当に良質なファンドがたくさん出てきました。なので正直もうコストの引き下げ幅はなくなってきてるんですね。そんなに大差がない
ないのが実態ですね。二つ目のトータルコストは安定しないというのは、信託報酬というのは引き下げがない限り基本一定なんですが、隠れコストは実は毎年変動します。例えば SBI 全世界株式インデックスファンドで見ていきたいんですけど、第2期の運用報告書には信託報酬が 0.068%、 トータルコストは 0.155% とありますが、第3期の運用報告書には信託報酬は変わらず 0.068% なんですが、トータルコストは 0.091% とあります。これは売買委託手数料と有価証券取引税にコストが発生してないからこれだけ下がってるみたいですね。このように毎年変動する可能性があります。もちろん今みたいなケースで値下がりであればもちろん嬉しい限りなんですけど、売買が頻繁に起こってコストがかかったりして隠れコストが増えてトータルコストが増える可能性ももちろんあります。なので厳密なコストは安定しないのが実態なんですね。そして最後3つ目の乗り換えるデメリットなんですけど、コストは安いのは一番だよねと言って安易に乗り換えるのも危険です。売却再度購入の手間もかかりますし、 NISA 積立 NISA を活用している人は売買によって非課税メリットがなくなってしまうので頻繁に売買もしにくいですよね。そして先ほど説明した隠れコストが増加する可能性もあります。なのでインデックスファンドであれば乗り換えを急ぐ必要もないし、追加購入分だけを手数料の低いファンドにするなんていうやり方もありますよね。なのでコストに敏感になりすぎることも厳禁です。いずれにしても大事なことは、コストを確認するという作業は購入時だけじゃなくて、運用報告書が発行されたタイミングで1年に1度はしっかり確認しましょう。毎日毎週毎月の価格の値動きを気にしすぎるのは避けた方がいいですが、1年に1回ぐらいは運用報告書を見て状況を把握する。ものの数分で終わることなので、コストチェックと現状把握を一緒にして長期での投資成果を高めていきましょう。大事な知識がより記憶に定着するようにおさらいしていきます。投資信託のパフォーマンスを決めるたった一つの要素という内容でやってきました。その要素とはコストです。投資信託でやるべき運用は平均点を目指すインデックスファンドを基本とすれば、コストが命です。そして投資信託で気にするべきコストは信託報酬ではなく信託報酬を含むトータルコストです。このトータルコストを運用報告書で確認していきましょう。この作業を1年に1度は必ずしてもらって、トータルコストと現状をしっかり把握する。この数分の作業を怠らずに腰を据えて長期投資をしていきましょう。そしてその大前提である投資信託はインデックスのみで、ここもしっかり死守してください。最後まで見てくれてありがとうございます。もしこの動画を見て少しでも役に立ったと思ってくれた方は、高評価コメントをしてもらえると嬉しいです。では次回の動画でさらにお金と時間から自由な世界に近づいていきましょう。